はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第71回でございます。で、今回ね、テーマが大丈夫と、ね。ちょっとシンプルなタイトルになってますけど、で、今回あともう一個がね、残り1ヶ月の過ごし方と、2月中には詳細が発表できそうですと。まあ、そんな感じで話していこうかと思います。で、今回ね、多分手短に、ちょっとサクッと終わると思うんですけど、えーと、相談、相談というかもう、そうね、いっぱいいただいてる悩み相談にちょっとまとめて同じ悩みなんで、で、それをね、こう返事というか考えを言おうと思うんですけど、 まあ大体の方が想像できるように、こう、ま、受験本番ですね。まあ、私立受験の子は終わった子が多いと思いますけど、まあ、公立、県立、まあ、大学なら国立とかね、がえっ、ー、と、ある子は、ま、2月の後半、ほとんどが3月の前半かな、みんな。なので、残り約1ヶ月となりました。で、一番しんどい時期なので、まあ、それもあってやと思うし、あとは、こう、特にね、高校受験の子たちっていうのは、ま、人生初受験の子が多いと思うんだよ。中学受験、小学受験してなければね。 で、そういう人たちにとっては周りが私立で受かる子が出てくるでしょ友達とか長い,い子たちが受かったよって「あおめでとう」って「やったね」って言うんだけどやっぱり気持ちの中では「あどうしよう自分」ってやっぱ思ってしまう時期でもあるよねそう、だからやっぱしんどいと思うのでたくさんメールを頂い,いてるのねで特に多いのがもううまくいかないと勉強がでこのままだったら落ちてしまうってそう だからそういう悩みがすごく多いので「まあ、大丈夫」って言葉書いてるからどうせまあ大丈夫って励まされんだろうなってのは想像つくと思うんですけど、まあ、そんな感じで話していこうと思います。でえっ、ー、とねいろいろ話したいってこともあるんですけど、まあ、ごちゃごちゃ話してもあれなのでひとまず言いたいことは「大丈夫」なんだってことが言いたいわけですよ。でなんで「大丈夫」ってこんな無責任に言ってるかっていうと「大丈夫」って思ってないと当日のその実力を出せる出せないがすごく変わってくる。 あのこれは俺の考えだけどどんなに努力をしてきたりとか誰よりも勉強したよって誰よりも頑張ってきたよって、ね、でそれだけの実力を兼ね備えたとなっても当日実力を発揮できないことほどもったいないことってないと思うんだよね俺はねそうだからその当日に向けてその体調管理もそうなんだけどあと気持ちの管理だよね気持ちのモチベーションを管理するっていうでもう一個は生活リズムね でこの3つを整えることがこの残り1か月の過ごし方で最も大事なことだと俺は思ってます。でもちろん勉強もねしてないと焦るじゃんかだからしてもいいんだよとかしてほしいけどもちろん。でそれをね何をやったらいいですかって質問も来るんですがきっとね何をやったらいいかはその子その子によって違うと思うんだよ。あのもう基本がめちゃくちゃ固まってると。 いう子であればもう基本そこやるよりもね応用でちょっと難しい問題とかいっぱいやった方がね力がつくと思うし逆にこうちょっと基礎がまだねあここ不安やなって思うとこがあるんだったらその応用に行くよりもそっちを固めた方がいいのかもしれないそれに一人一人みんなが住んでる地域によっても出題傾向が違うからね一概にここやってごらんとは言えないからさちょっとそこにはね答えられないんですけどみんなに共通して やっっっててほほしししいといいととううかここね意識してしいことはさっき言った3つですまず1個は体調管理でこれはもう学校の先生あとは親御さんとかあとはまあ塾の先生とかにも絶対ね口もううるさーく言われてると思うんですけどとにかくね当日に風邪をひくもう最悪なのはインフルエンザとかノロウイルスねになってしまうとそういったことのないようにもううがい手洗いですであとはマスクをつけることうん。 こういったすっごい基本的なことなんですけど特にうがい手洗いはねあれはすごいよほんとするしないでめっちゃ変わるからね風邪ひくひかないがなのでそういったところを気をつけるねあのー、それどう見ても風邪ひくやんっていう状況とかに行かないようにね絶対なそこを意識してほしいで2つ目がその意識あとモチベーションだねその気持ちのコントロールの方ですであのー これはね、人それぞれ違うとは思うんだよ、やり方がね。なんだけど、俺がよく塾講師の時に生徒に言ってたのは、例えば、その日勉強するじゃないですか。何か頑張りましたと。その時、寝る直前ね。寝る直前、布団入ったて、ああ、寝よう、おやすみって思った時に、今日、私何頑張ったかなって。で、頑張ったことをね、自分で認めてる人が褒めてあげる。っていうのを口に出していった方がいいです。できれば。 でも、もし一人で寝てないとき、例えばご兄弟で寝てるときとか、まあ、親御さん寝てるときもあると思うんですけど、こう、一人じゃないとさ、え、何言ってんのってなってしまうんで、一人じゃなかったら、こう、気持ちの、なんか、こう、なんだろう、思いだけでいいんですけど、自分、今日なこれこれやったなって、ああ、2時間あすのあの問題解けるようになったね、頑張ったね、あたしって、ね、俺、頑張ったな、今日みたいな。っていうのを言ってあげること、自分に。これってね、気持ち悪いと思うんですよ、ちょっと。で、自分褒めるって気持ち悪いと思うんですよ、なれないと。 ですけど、別に誰かの前で褒めてるわけじゃないから誰かの前で「私これ超頑張ったすごくない?」っていうのは恥ずかしいかもしんないけど誰も聞いてないんだよ自分しか聞いてないだったら自分を褒めてあげることってすごく大事ですでそれが何に繋がるかっていうとあ私頑張ったんだっていう意識が言葉に出してるから口にも出してるし耳からも入ってくるので認識できる頑張ったことでそれがちっちゃなちっちゃな自信に繋がりますそれが積み重なっていく いいそんなたくさん褒めなくてもいいですもうなんか探すのきついと思ったら一個でも構わない,い,いそれを毎日寝る前にやってあげることで一言最後「あ頑張った私お疲れ」って「明日も頑張ろう」って言ってで寝てあげるいいそういう言葉を自分にかけてあげるだけでもすごく変わります最初はバカバカしく思うかもしれないけどねあのもし信じてもらえるようだったらちょっとね試してみてください であのそれとセットであまり否定的な言葉を自分にかけない方がいいですあーもうダメ無理とか私超バカみたいなのを口に出さない思ってもいいけどまだいい思っても欲しくないですよできればもう自分どん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 モチベーション下がっちゃうんででも思ってしまうのは、ね、ネガティブだ俺もネガティブだったからすごい気持ちめっちゃわかるんでそれ思っちゃうんだよね <laughs> そう特にう焦ったりとかうまくいかないとさけどそれを口に出すと出さればめちゃくちゃ違います だから、口に出したくなる、愚痴いたくなることもあるんだけど、ぐっとこらえる。でもう吐き出すことがきつくなったら、文面でメールで俺に送っといて。ね、そしたら、ちょっとこう返すから、返せる分にはで。返せなかったら、またダラダラジオで話しますので,で。そんな感じで、あまり自分に否定的な言葉をかけない。そして、寝る直前に自分をちょっと褒めてあげる。で、お疲れ様って、明日も頑張ろうって言って、ね、眠るというのをしてください。で、最後。最後は生活リズムです。 えっと、残り1か月となりましたが、えっと、高校受験の子っていうのはおそらく当日の,、ね、あの時間割を見ててほしいんですけどほとんど朝早いと思うんですよみんな8時半とか9時から試験開始かなきっとで電車で、まあと中学校だったらさ歩きとか自転車で行ける距離だけどこ遠くまで行くこといるでしょ受験とかでそうすると朝6時起きとか5時半起きとかざらにあるわけだよねでもやっぱ受験勉強一生懸命になってる子っていうのは夜型の子が多いです すごい夜勉強するっていう、2時とかまで勉強してみたいな感じの子が多いと思うんですけど、もうこの1ヶ月は、その当日の生活リズムに合わせる、つまり早寝早起きをする習慣をつけてください。いい早寝早起きだよ。でもちろん、一番はきっと9時に寝て、みたいなのがベストだと思うんですよ。と思うんですけど、今まで1時2時とかに寝てた子が、急に9時は無理です、これは。絶対眠くならないし。だから、まずは日付を超えないようにする。 だから12時まで寝るだよね。でできれば10時とか11時に寝てほしいんですけど個人的には。でもこう言うとねこういつも勉強してた時間がなくなって不安ですってなると思うんですがなら早く起きて朝勉強しよう。でこれを言うと今度朝だと眠くて勉強できひんからやってもこうなんだ意味がないみたいなふうに思う子もいると思うんですけど最初は無理だよ。 もともと夜型だったのが朝早く起きて勉強しようと思ってもむにゃむにゃですよもうああ眠い眠いってなってしまうんですけどそれを体を慣らしていくのちょっとずつそうで朝でも勉強できるようなこうね生活リズム体を変えていくので個人的には2週間だね最低2週間あれば生活リズムって変えれると思うんですけどやっぱりね1か月ぐらいはかかるんですよどうしても早いこと2週間とかで変えていけるけどね なのでこのもう、ね、ちょうどもう2月になりましたのでこの段階から変えていってくださいで当日、ね、試験が開始するタイミングで脳がもうパチッってもうめっちゃこうね,ねスイッチ入ったようにいけるぜみたいななるような生活説明にしていきましょうおそらく夜型のまんま行くと学校の授業の時も多分眠くなると思うんですよその時間9時とかって多分1時間目かな授業だとあ眠いちょっと眠いなとかって思う時があると思うんですけど やっぱりそれはねそう試験当日緊張してるから大丈夫って思うかもしんないけどそんなことないんだよやっぱり頭のスイッチが脳が入ってなければあれなんか思いつかないとかあれ,あれ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 みたいなであれってなっちゃうと今度焦って頭が真っ白になってしまうのでいいその負のスパイラルに落ちないためにも生活リズムをね変えていってくださいいいかなそして今ね3つアドバイスを言いましたが一番一番ねやっぱ伝えたいのは大丈夫ってことですとにかく 確かかに受受験はるるるる落ちるがある落ちちがあ子もいる実際いるけどでも自分がやってきたことを信じて「大丈夫だ」って「頑張ってきたじゃん私」って、ね「頑張ってきたよ俺」って当日自分に言ってあげれるように毎日寝る前にこうね励ましてあげること、ね、ちゃんとねぎらってあげること自分のこと。 ってて、いうのを繰り返して気持ちあと1か月本当にねしんどい時期だと思いますがあの俺はね動画配信することしかできないしこう口でこういうことしか言うことしかできませんけどあの心から応援しておりますのであと1ヶ月、ね、一緒に頑張りましょうで最後ね2月中には詳細が発表できそうですっていうこれ何かっていうとあのー 特になんだツイキャスに遊び来てくれてる方はね、ご存知かと思うんですが、あと毎週土曜日、今あの東京の方に行ってちょっと仕事をしてるんですね。ある企業の仕事をしてるんですけど、で、その企業の仕事の詳細が2月の終わりぐらいにきっと発表できます。はい。なので、あの、ずっとね、こう気にかけてくれてる方たくさんいらっしゃるので、まあ、2月中に発表できるので、まあ、ちょっとね、お楽しみにという感じでお伝えさせてもらいました。では。 今回はハイチのダラダラジオ第71回テーマ大丈夫というのでね喋らせていただきました、えー、今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございましたで次回まだねちょっとテーマ決まっておりませんがまた撮りますのでぜひねそっちの方も聞いてみてくださいでは今回はこの辺で終わります以上ですありがとうございました